ありがとうございます。え、なんだよ。やれるだけのことは。女神たちのこと。違いますよ。あ、もう十分やる。クロワールさん。待て待て待て。それじゃあ。だから待てって。たった今。あ、あれ、イースンさん。はい。アブネスさんとワレチコピリエースさんは青春の汗をかいてくれ、こちらのことはいいんです。わあ、一度終わる。ピーセさん、お久しぶりです。はあ、なのか、一度終わるもちっちゃいまま。えい、ぎゅー。痛いです。そんな全力で握りしめられたら。ピーコ、それ以上いけない。潰れちゃうです。ふう。でも、あのさ、家族団らん、私結構疲れて。うわあ、ごめん。イズン、人数分のお茶、よろしく。私はいちご牛乳ね。再会できた喜びに比べたらこのくらいはやった。イストワールに当たった。全然ホームランじゃないよ。ちゃんと私に投げ返さなきゃだ。おお、そういう。こら、あんたたち、家の中でボール遊びすんじゃないの。イースンさん、再会できた喜びに比べたら、あなたそのうちあの子にうっかり潰される。なんならうちの教会で。遠慮します。状況も大きく。ネプネプ。ピーちゃん、おやつの準備ができたです。こっちでみんなで食べるです。うわー、おやつおやつ、やったー。そういや、ピーコはコンパの手作りケーキは初めてだよ。すごい美味しいんだよ。目ん玉が飛び出ちゃうくらい。ネプネプってば。目飛び出ちゃうの。うわ、やだ、怖い。まあ、あっちはほっとく方向。そうって、すみません。あの子を取り戻し、そうね、七賢人自体が。そうね。にゃー、うまい。あー、ネプネプ、口の周りがクリームだらけですよ。大丈夫、目、食べれない。大丈夫だよ。だから、すみません、本当にすみません。つまり当面の敵や脅威はなく。そうですわね。今さら、うん、そんな悠長なこと言ってるとまたその寂しがり屋のあなたが。また、誰が寂しがり屋。それじゃあ。そうですね、ようやくみ、はいはー。プルルート様。うーん、ネプテールのもちょうだい。ダメ、これは私の分。ネプのケーキなんだから。ピーちゃん、やだ、ネプのがいいの。あっちはのんびりどころ。ブルルートさん、そんなことを言ってまたおし。違うよ、別に。どこが違うのよ。違うの、私たちが頑張ってお仕事しちゃう。あ、やっとピーシェちゃん帰ってきたのに。ブルルート様。そうですわね、ネプギアちゃん。想像するだけでこの大きな胸が張り裂けそうですわ。大きいって形容詞は余計じゃねえ。ですがブルルートさん、お二人とも向こうの状況もあまり芳しくないようですし。わかってる、わかってるから。仕方がありませんね。長いイース、ありがとうございます。プルルート様、なんてお優しい。プルルートにこんなに思う。そうね。あー、ピーコ食べすぎ。それ3個目でしょ。違うよ、1、2、4個目だもん。2の次は3だよ、このおバカ。2人とも。Thank you.
皆さん一緒に頑張りましょう。ネプテーヌとプルルトが推し…な、嘘じゃないよ、本当だよ。やっぱり子供の目から見ても、はい、子供は正直で。ところであなた、じゃ変身大きくなること。ええ、それができなければ足で…そんなのやだ。ゆさゆさと揺らして私に対する嫌味ですの。あなたも散々やってきたことだけど。よかった、これなら。うん、まあそれは大丈夫だよ。ああ、なるほど、一理ある。ほらほら、早くお出かけしよう。置いてっちゃうよ。ジロジロジロ。え、なになに、あれ、何やってんの。ピーセちゃん、いじめちゃダメだよ。いじめてなんて今気に。ええ、この子、あなたたちのこと。私たちのことはど。ああ、どうだろうね、3人とは絡み少なかったし、ピーコおバカだし。おバカじゃないよ、ネプテヌより賢い。それじゃあテストしてみよう。終わる。よかった、なんとかセーフね。次は私、ほとんど話したことはない。赤くて白くていちごケーキみたいな人だから、ブラン、ブランだ。正解。覚え方に少々疑問は残るけど。さて、思えばこの子は私のことをおば呼ばわりした子。ネプギア、ベールがおかしなことしよう。あと少しですわよ。ベルベル、ベルベルだ。ベルベル、ベルベル。随分と可愛らしい呼び。外見と釣り合っ。あれ、違った。ベルベルじゃない。怒ってる、ベルベル。を、まあ、お姉ちゃんたち初めて。あ、今までどなたからも、年上の殿方からも、で、この子は初めて私を愛称で呼んでくださった。マジ泣きだ、ベールのマジ泣きだ。ベルベル泣いちゃダメ。もう大好きですわ、ピーシャちゃん。うるしい、抱きつかないで。この子、リーンボックスにお持ち帰りしてもよろしいですわよね。ダメダメ。そうだよ、そんな釣れないことおっしゃらないで。そうですわ、代わりにネプギアちゃんはお返ししますから。ネプギアももともと私の妹。ベールさん、さりげにひどい。ベルベル、話して。その可愛らしい声で。ここまで迷ってたら一生いけません。だったら、またここまで迷ってたいけません。また奥の方へ入っていきやがった。だったらさ、無理やりやっちゃえばいいんじゃない。うわ、びっくりした。え、
何お前、こっちの世界にまで声届くようになった。試しにやってみた。ほんと強くなると性格変わるよなお前。逆よ逆。私は元が来るよ。まどっちでもいいけどな。いいのか。いいよ、そっちの子だって力。コンパー、ひょ、邪魔なやつら。おお、邪魔なやつらってまったく。もっと笑わせるなっちょ。オイラは今でも。だったらなおさらね。そんなの、愛しの天使コンコンパちゃんさえいなければ。ネズミさん、ネプネプたちと。もちろんっちょ。おい、そのやりとりも。あー、ネズミだー。ん、誰っちゅかこの。あれ、知らないっちゅよ。オイラほどのマスコットになればファンの子供。いや、ネズミ、ネズミー。あー、くっつくなっちゅ。ガキはこうやってネズミの毛。えい、ぎゅー。ピーコ、汚いネズミの毛なんか抜いちゃう。汚くないっちょ。いや、そんなことより、今の一切遠慮のない毛のむしり方、まさかお前。え、違うよ、ピーセちゃんが。いや、やっぱり。なんてことっちょ。あなた、うん、ネズミの毛すぐ抜けるから面白いの。歳を取ると抜けやすくなると。オイラはまだピチピチっちょ。最近ようやく生え揃ったのに、このままではオイラの。そんなに嫌ならもうここに来なくて。でもそれじゃコンパちゃんに。コンパちゃんにこのガキを止めてもらえば。コンパちゃん、ネズミさんがいるとピーちゃんが楽しそうです。あ、天使の笑顔でそんなことを言う。わーい、ぎゃー。弱いとこは。いや助けをこ。